令和に入って、世界平和が根幹から崩れ、中国ロシアに囲まれた日本も、ようやく、重い腰が上がり、次期潜水艦にも、攻撃能力を、保有との見解を政府が発表している。今回は、VSL 実装潜水艦建造で、トマホークと十二式延伸改めで見える、攻撃能力を詳しく見ていきますね。潜水艦での技術は、まだまだ世界屈指ですが、中国の建造能力を侮ってはいけない。日本の岸田内閣は、これまで、戦後に、いかなる内閣でも実現できなかった防衛費の大幅な引き上げを政治的に決断し、安全保障関連の3文書の改定とその閣議決定をもって、その具体的な使途、内容を示している。防衛費というコストの額に着目すれば、2023年度分から2027年度分までの5年間の累積で、およそ43兆円となることが打ち出されており、その最終年には、対 GDP でも 2% に相当する額となることが確実視されている。これは、ヨーロッパにおける NATO 加盟国の軍事費の目標数値に倣ったものとも言えるが、今や NATO 加盟国も、ロシア・ウクライナ戦争の長期化を前に、大幅な軍事費の引き上げを始めており、その数値は、上がる傾向にある。日本でも、ロシア・ウクライナ戦争の推移を目の当たりにする中で、防衛予算の増加という施策は、おおむねコンセンサスを得ている感があるが、最終的には、不足分の財源を増税で賄うという、案には反対意見も多い状況だ。増税自体も政治問題であるため、今後の政権が判断を下す内容にはなるだろうが、選挙を考えれば、支持率の低下を招く恐れがあることは明白で、実際にそこまで踏み込めるのかも、これからが、本番という、形になるのだろう。そして、防衛費の使い道という、内容の部分では、かつては、敵基地攻撃能力と呼ばれてきたものを反撃能力と呼ぶことに変更し、あくまで、自衛の範囲内における、長距離攻撃兵器の保有であるとし、その強化を表明している。用語としての反撃能力を実現する兵器としては、スタンドオフミサイルと日本政府が呼称するものがそれにあたり、敵側の防空兵器の迎撃射程距離外から、攻撃が可能な一連の長射程機のミサイル等を指している。具体的な兵器として、それは、国産であれば、十二式地対艦誘導弾の能力向上型や島嶼防衛用高速滑空弾などが該当し、また、国外であれば、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルがあり、その調達も、最終的な検討に入っている。ただ、こうしたスタンドオフミサイルとされる兵器の中では、国産の十二式地対艦誘導弾の能力向上型や島嶼防衛用高速滑空弾は、まだ開発の途上にあり、トマホーク巡航ミサイルはそれらの配備までのつなぎであるとも指摘されている。現時点で日本政府はアメリカからトマホーク巡航ミサイルを一括で500発ほどを調達し、海上自衛隊の VLS 垂直発射艦を装備する水上戦闘艦に搭載する方向と目され、対地対艦攻撃能力の長距離化を図る姿勢だ。アメリカのトマホーク巡航ミサイルについては、これまで、本国以外では、イギリスの攻撃型原子力潜水艦に搭載されているのみで、基本的には、同盟国といえ、とその供与を、厳しくアメリカ自体が制限してきた、経緯があった。水面下では、日本でも、2013年頃に、一度、アメリカへのトマホーク巡航ミサイルの供与の打診を行ったとも言われているが、その時は、アメリカ側は、いたずらに、中国をはじめとする、アジア各国を刺激することを嫌い、その打診を却下したとも伝わっている。その話が事実であれば、今回、案外、
すんなりと、トマホーク巡航ミサイルの供与に応じそうな、アメリカの態度を見れば、確実に日本を取り巻く安全保障環境が、10年前より、厳しさを増していることを認めているとも言えるだろう。そして、こうした水上戦闘艦へのトマホーク巡航ミサイルの配備と並行して、ついに、日本も、潜水艦に、VLS、垂直発射艦を搭載させて、そこに、スタンドオフミサイルを実装するという、計画が進められることも明かされている。この VLS、垂直発射艦を備えた潜水艦は、実証実験艦をまず建造して、その運用に必要なノウハウを蓄積するとめされているが、こうした実証実験艦への着手が、読売新聞によって報じられたのは、2021年の年末であった。その時点においては、当然、ロシア・ウクライナ戦争も正規しておらず、したがって、それを契機としての、大幅な防衛予算の増加も決定されている状況ではなかったため、正直なところ、個人的には、かなり眉唾な印象を受けたニュースでもあった。そもそも、今のように、反撃能力を実現する兵器そのものを自衛隊が装備するという可能性について、未だ、時期早なおであり、その実現を図るには、かなりの政治的なステップを推し進める必要があるのではないかと感じていた。しかし、現実の世界で、ロシアによるウクライナへの武力侵攻が行われてしまったことにより、たった1年ほどで、大きく、日本を、はじめとして、多くの国々が、防衛予算、軍事予算と、そのあり方を改めることになり、事態は急速に動いている。いずれにせよ、そうしたロシア・ウクライナ戦争が始まる前から、日本においては、潜水艦への VLS、垂直発射艦の装備の具体的な検討は進められてきたということであり、将来的に必ず必須となることは予期していたと言えよう。アメリカ海軍の場合には、攻撃型原子力潜水艦の最新の艦級であるバージニア級は、水中排水量で7800トン、全長で 114.8 メートル、全幅 10.4 メートルの艦体の背面に、12機のトマホーク巡航ミサイル専用の VLS、垂直発射艦を装備させている。これだけの排水量の規模を持つ、大型の原子力潜水艦であるからこそ、12機もの VLS、垂直発射艦を装備可能なわけだが、海上自衛隊の最新鋭の太平型は、基準排水量で3000トン、全長で 84.0 メートル、全幅 9.1 メートルに過ぎない。それを踏まえれば、実際に、VLS、垂直発射艦を装備した潜水艦を建造しようとする場合、何機を想定しているのかにもよるとはいえ、太平型よりも、はるかに大型化する必要が生じるであろうことは、間違いないだろう。通常動力型の攻撃型潜水艦として、VLS、垂直発射艦を装備しているものとしては、お隣の韓国が、建造を行っている、島山康正弘級が、前例としてはあり、このバッチ1と称される初期型は、水中排水量が3800トン、全長が 83.5M、全幅が 9.6 メートルの規模である。その船体2と、サンアンチャンホ級は、6機の VLS、垂直発射艦を装備しており、そこには、国産の潜水艦発射型の弾道ミサイルを実装しており、さらに、以後のバッチ2では、その搭載数を10機まで増加させる計画が進められている。韓国のトサンアンチャンホ級は、排水量、船体のサイズ的には、6機の VLS。垂直発射艦といえどかなりの重武装であり、潜水艦としての実用性に関して、その是非をめぐって、日本では、否定的な意見も多かったように感じられる。しかし、
現実的には海上自衛隊も VLS 垂直発射艦を装備した潜水艦を建造しようとする今においては最も規模的にも通常動力型という推進方式にしても近しい存在になると思え、こちらの今後にも着目すべきだろう。肝心の海上自衛隊における潜水艦が、その VLS、垂直発射艦に搭載する兵装であるが、トマホーク巡航ミサイルの線は否定されており、国産の12式地対艦誘導弾の能力向上型の艦発型を、さらに潜水艦向けにしたものと召されている。オリジナルである、始発型の12式地対艦誘導弾は、装輪式の車両に搭載する陸上用装備であるが、今後は、航空機に搭載する、空発型や艦艇に搭載する、艦発型への拡張が打ち出されており、潜水艦にも、その流れで対応する予定である。ただし、個人的には、今から、潜水艦発射を行うための水中発射を可能とする、コールドローンチ機能の開発や、VLS、垂直発射艦そのものの開発を並行して行うことを鑑みれば、時期的に、かなりの期間を要するのではないかとも思える。メインで使用する兵器の国産化に、利点が多いことは言うまでもないが、日本の場合、長距離兵器の試射をする場所すら、ほとんどない状況を考えれば、すでに、実績の豊富なトマホーク巡航ミサイルの方が、無難にも感じられてくる。